このノートの所有権を放棄する。これでこのノートの所有権はレムに戻った。そうだな。そうだ。しつこいぞ。じゃあ、そのノートをリュークにあげてくれ。いいだろう。これでそのノートの所有権はリュークになった。リューク、それはまた人間界の地に、今そこに落としてくれ。まあいいけど。これでまた所有権は僕だ。おいおい、一周しただけで何も変わってないだろう。ああ、そうかもな。しかしこれが必ず役立つ時が来る。そして僕が最初にもらったこのノート、今度はこれをリュークに返すから、レムにあげてくれ。はい。レム、それをある程度地位があり出世欲が強く、そのために使うであろう人間に渡すんだ。それをすれば必ずミサは今の監禁から解放される。何年経っても解放されないようなら僕を殺せ。それでどうだ。ヤガミライト、何を考えている。ミサを助けるためだ。僕を信用しろ。わかった。ミサが助かるなら言う通りにしてやる。僕はこの後ミサのように監禁され24時間監視状態になるよう仕向ける。その状態でノートの所有権を放棄し、デスノートに関する記憶を全てなくす。その間に犯罪者裁きが復活し、それが続けば龍崎はいつか二人を解放せざるを得なくなる。そして記憶を失った僕は必ずキラを捕まえようとするだろう。僕はそういう人間だ。そしてエルより先にレムがノートを渡すやつを捕まえ、ノートを奪うってことか。そうだ。そしてその時のノートの持ち主を殺す。しかし問題が一つある。所有権を持っていなければ記憶が戻るのはノートに触っている間だけだ。手を離せばまた全ての記憶がなくなる。